いる日も増えてきました。羨ましいような、はい、ではお伝えします。お願いします。おととし知床半島沖で観光船が沈没し合わせて20人が死亡、6人が行方不明となり、運航会社の社長が業務上過失致死などの疑いで逮捕された事件で、海上保安本部は観光船の甲板の下にある倉庫や機関室を仕切る壁に穴があったと明らかにしました。船体にかぶった波の一部がハッチの開口部を通して流れ込んだ結果沈没に至ったと推定していて、社長を取り調べるなどして穴ができた経緯を捜査しています。おととし4月23日知床半島沖の知床半島の沖合で知床遊覧船が運航する観光船カズワンが沈没した事故では、乗客と乗員合わせて20人が死亡、6人が行方不明となっています。第一管区海上保安本部は昨日知床遊覧船の社長桂田精一容疑者61歳を運航管理者などとして安全を確保する義務を怠り船を沈没させ乗客と乗員を死亡させたとして業務上過失致死と業務上過失往来危険の疑いで逮捕しました。社長の認否は明らかにしていません。海上保安本部は観光船の甲板の下にある倉庫や機関室を仕切る壁で複数の穴が確認されたと明らかにした上で、天候の悪化に伴い船体が繰り返し揺れたことでかぶった波の一部がハッチの開口部を通して流れ込んだ結果沈没に至ったと推定しています。海上保安本部は社長を取り調べるなどして倉庫や機関室などの壁で穴ができた経緯を捜査しています。札幌からお伝えしました。飯尾アナウンサーでした。代わって東北は仙台放送局から千葉実りアナウンサーです。千葉さんこんにちは。はいこんにちは。仙台も晴れています、はい、この時間の気温は28度ちょうど、うんうん、しかし風が吹いていますので薄手の羽織が1枚あると嬉しい、そんな一日です、はい、ではお伝えします。お願いします。今朝宮城県大崎市内を走行していた東北新幹線で早草と小松の連結部分が外れてその場で緊急停車しました。怪我人などはいませんでしたが東北新幹線はおよそ5時間にわたって全線で運転を見合わせ多くの乗客に影響が出ています。今日午前8時過ぎ大崎市の JR 古川駅付近で東京方面に向かっていた東北新幹線上りのはやぶさと小町の連結部分が走行中に外れ非常ブレーキがかかってその場に緊急停車しました。 JR 東日本によりますとはやぶさは10両編成、小町は7両編成で、秋田駅を午前6時過ぎに出発した小町が、午前7時半過ぎに盛岡駅ではやぶさと連結して東京駅に向かっていたということです。はやぶさにはおよそ200人、小町にはおよそ120人の乗客が乗っていましたが、いずれの車両も脱線はしておらず、怪我人や急病人はいなかったということです。